今年の下半期には名前を聞いただけでもはという声がおのずと出てしまうクイーンたちが相次いでドラマに出演します。女優コヒョンジョン、ソンヘギョ、イヨンエ、チョンドヨン、チョンジヒョンに至るまで新作の放送を控えています。果たしてどんな姿で視聴者の心をつかむのでしょうか。チョンドヨンは9月4日に初回放送を控えている新ドラマ人間失格を通じておよそ5年ぶりにお茶の間に戻ってきます。チョンドヨンは作家になりたかったけれどなれなかったゴーストライターイブジョン役を演じます。チョンドヨンはなんと13歳の年齢差があるでジュンギョルとロマンスを繰り広げることになりました。これに先立ち2002年には星を射るで8歳年下のチョインソンと特急の魅力を振りまいており、完全に異なる質感の人間失格を通じてユジュンギョルと共に見せてくれる姿にも期待が集まっています。映画シークレットサンシャインで2007年にカンヌ国際映画祭で主演女優賞を手にし、カンヌの女王と呼ばれたチョンドヨンが紫と表現するキャラクターイブジョンが伝える紫色の演技が気になるところです。コヒョンジョンは10月にスタートする予定の新ドラマ、あなたに似た人の撮影の真っ最中です。同名の小説が原作で、2人の女性の物語を描いています。コヒョンジョンは、貧しさを乗り越え成功した人生を歩みますが、妻として母親として過ぎ去った時間を惜しむチョンヒジュ役を演じます。制作スタッフは、コヒョンジョンをキャスティングした理由について、チョンヒジュのしっかりしていて複合的な内面を最もうまく表現できる女優と説明しました。コヒョンジョンも2003年に離婚するまで妻として母親としての人生を歩んでいただけに、コヒョンジョンが表現するチョンヒジュに対する期待が高まっています。特に最近授賞式で50歳とは思えない美しさを見せつけたコヒョンジョンのビジュアルも期待感を高めるポイントです。イヨンエは新ドラマクギョンイを通じて10月にお茶の間に戻ってくる予定です。クギョンイは完全犯罪で偽装された殺人事件を追う保健調査員クギョンイの活躍を描く作品です。イヨンエはクギョンイ役を演じ、コミカル捜査劇という新たなジャンルを引っ張っていく予定です。1990年に CM でデビューし、酸素のような女性と呼ばれましたが、映画親切なクムジャさんやドラマ宮廷女官チャングムの誓いなど線の太い作品で大衆の心をつかんだ4映画コミカルな作品に挑戦します。妻として二卵性双生児の母親として生きているイ4映画クギョンイでどんな姿を見せてくれるのか期待が集まっています。映画猟奇的な彼女がレンジャーになったらどんな感じでしょうか。このような想像をチョン・ジヒョンがドラマチリさんを通じて映像に置き換えます。チリさんはチョン・ジヒョンがキングダム・アシンの物語に続いて再び脚本家キム・ウニと意気投合した作品です。劇中国立公園で遭難者を救助するレンジャーソイガン役を演じ、俳優チュ・ジフンと息を合わせます。チョン・ジヒョンは映画10人の泥棒たちや暗殺などの作品で人並みならぬアクションを披露しました。果たして新作では山を舞台にどんなアクションを繰り広げるのでしょうか。キムウニは2つの作品で相次いでタッグを組んだチョン・ジヒョンについて、豪快な笑いとチョン・ジヒョンの性格を表現し、キラキラしたキャラクターをうまくこなしてくださったのを見てびっくりしたと感嘆しました。チョン・ジヒョンの活躍が期待されます。昨年俳優ソン・ジュンギと離婚したソン・ヘギョが2年ぶりにお茶の間に戻ってきます。その作品が本当の別れの物語を描く作品と紹介されており関心が高まっています。ソン・ヘギョは11月にスタートするドラマ今別れている最中ですでアパレルメーカーのデザインチーム長ハヨンウン役を演じます。ソン・ヘギョはインタビューでハヨンウンのセリフ一言が心に響いたと話し、これまでの出演作品のうち一番現実的なキャラクターだと予告しました。また前作ボーイフレンドで1993年生まれの俳優パクボゴムと共演したソン・ヘギョが今度は1992年生まれの俳優チャン・ギヨンと息を合わせることになりました。チャン・ギヨンは8月23日に軍隊に入隊することになり、まさにタイトル同様今
分かれている状況が繰り広げられました。一段と成熟したソン・ヘギョが見せてくれる愛と別れの物語が気になるところです。このように誰一人欠かせないほど女王のタイトルがよく似合う女優たちの出演作品が放送されるということです。果たしてドラマのクイーンの座は誰が手にすることになるのか、今年も暗記に放送されるドラマを通じて一緒に確認してみてはいかがでしょうか。